2005年にイタリアグランプリでのナイジェル・ステップニーとジャントッド・ナイジェル・ステップニーはイギリス・イングランド出身で、会一チームの元メカニック。1977年会一チームシャドウで働き始め、エリオ・デ・アンジェリスと出会いその後、1980年にエリオ・デ・アンジェリスと共にロータスへ移籍し数年。1988年ロータスのチームマネージャーだったピーター・コリンズと共に、 ベネトンに移籍した。一時、フォーミュラ3000のネルソン・ピケが運営するチームで働き、1993年にはスクーデリア・フェラーリへ移籍する。その後、1996年にベネトン時代に共に仕事をしていたミハイル・シューマッハ、ロリー・バーン、ロス・ブラウンがチームに加入してくると、チーフメカニックやレーステストテクニカルマネージャーなどの役割を与えられ、 特に2000から2004年にミハイル・シューマッハがチャンピオン獲得のために働いた重要な一人となる。2007年2月23日ステップニーはレースには参加せず、ファクトリー内でのパフォーマンス開発者の長として昇進した。2007年6月2007年モナコグランプリにてスクーデリア・フェラーリのレーシングカー2台への破壊工作を試みたとして、 スクーデリア・フェラーリから酷訴され同チームから懲戒処分を受けチームを去る。2008年 FIAGT 選手権が契約している車載カメラ会社ギガウェーブ社のレーステクノロジー担当部長を務める。2008年3月7日スパイ疑惑事件で国際自動車連盟から国際モータースポーツへの参加を2009年7月1日まで事実上禁止されたが 2009年2月9日に解除された。2010年からは JRM チームに加入。2014年5月2日、ケントにおいて交通事故で亡くなる。55歳没。フェラーリテイクスナイジェルステプニー通ーコートアーカイブド2007年8月19日、アットザウェイバックマシン、ステプニームーブスインフェラーリリーシュファルハット、ステプニーディスミストバイフェラーリハット、 ステップニーサインドバイギグウェイブカンパニー、ハット FIA の判断は各チームが契約する、人物に対して制限する、拘束力が及ばないため、FIA から各チームへ、警告文が通達された。FIA Bones Against w ング k i n g with Stepney, Nigel 交通事故で死去 F1-GATE.com2014 年5月3日、ステップニーリメインズアンダーコントラクト2フェラーリ、 ハットパブリッシャーウィズドロース・ステプニーブックハット、ステプニープレスス、オンウィズ・コントロバーシャルブック。ありがとうございます。